それと次郎じゃなくてごめんね。すげえ顔。そっか、役員か。次郎は関係ないってば。顔赤すぎ、全然説得力ない。違うの聞いて。南くん、その寂しいっていうのは。なんだろう、妹に彼氏を紹介された兄の気分みたいな。妹？うん。はあ、分かっちゃった。今振られてるんだ私。もし私が南くんのお嫁さんになって夫婦実習重ねて、そしたらその妹みたいっていうのは。あれ、私何のために頑張ってるんだっけ。渡辺ごめん、本当はずっと気づいてた。渡辺が俺を見てくれてるの。ええー、いや気づくよさすがに。俺さ、好きな人がいるんだ。ごめんごめん、俺としおりは何もないよ。え、嘘。じゃあ誰、どうくら。渡辺の知らない人、申し訳なくて。だから役員の名前聞いて安心したよ。よかった。もし次郎にもう好きな人がいても。付き合ってる人いるの役員。ううん、そうじゃないけど。なら渡辺の頑張り次第じゃない。まだ役員に選ばれる可能性があるんだろ。でも伝えて気まずくなったりしたら。好きになってくれたのにごめんね。それは違うじゃん。だってずっと楽しかったから。話すたびにすっごいドキドキしたし、目が合って超浮かれたり。だからそんなこと言わないで。謝らせるために好きになったわけじゃないもん。大好きでした。好きになってよかった。この人を好きになって本当によかった。よし頑張る。私後悔しないように次郎のことめっちゃ頑張る。やっぱり